はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、今週も始まりました。Facebook ラジオ当たってるよね。はい、もう最近ね、タイトルコールを本当に心配してて。だってね、水曜日局長3つですからね。3つ出てますからね。しかもあの同じような 始まり方してるし、あの休憩なしですもんね。大変だなんで間違わずに言うのは今回はこれだ、今回はこれだと気にしてるんだろうなと思いながら、あのそろそろ台本みたいのが欲しいよね。あ、台本、そうです ね見たことないです、ね、台本もないしタイトルコールも作ったことないし、うん、あもう困ったもんだなと思うんですが、あの今日沖縄は旧盆ということで運慶やってますけども、はいね、はいはい、皆さんあのお家で美味しいのをいただいてるとは思うんですけども、そうですね、あとねもう少し経つと今度 A さんが出てきて、でもラジオなんか聞いてる暇ないよっていう状態になるとは思うんですけども、うん、元気に届けていこうかなと思います。去年はね、うん、運慶ジューシー食ったんですよね。食べたんですよね、はい、だけどちょっと今年はもういいかなと、もうウークイぐらいの時に行こうかなと。いや僕はあのかみさんに取りに行ってもらって、うん、後で食べようと思ってますけどね、うん、やっぱり食べないとね、うん、うん、そうやね、もう何年か食べてはいるんですけど、そうそう、実家でねあの食べたいものがいくつかあってリクエストしてるんで、うん、ちゃんとあのいただきたいなと、まあ、リクエストしたんならね、yes、そうだってこの時期しか食べれないものっていろいろありますよね、うんうん、なのでちゃんとこの時期に食べないとなんか夏の疲れが取れないような、例えば何が、まあ、あの芋とかね、あータームですか、タームね、とかね、タームって言えば金ですかね。そう、都内ですからね、うん、まあ名産地は、うんうん、あというわけでそろそろ自己紹介します。はい、はい、FM ルマ伊波吉和です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。株式会社インタラクティブラボラトリー沖縄のかかずです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでかかずさんは実は今日はね5時半ぐらいからずっと打ち合わせをしてたんですけども、そうですね、インタラクティブと結構あの FM ルマってずっとつながりがあって、はい、ラジオする前から実はつながりがあって、最初の頃のフェイスブックの頃からですよね。そうですね、たまたま座った時に隣にいたのがかかずさんで、はい、でお互いに変な悩みがあって、何の話だ、ラジオの放送の話をしましたとか、あのこういう方式があってとか、うん、あのラジオってこうあるべきじゃないかなとかいうのを結構まともに語っていた時期ですよね、熱く。そうですね、僕、うん、だから僕は昔あのテレビの放送を、うん、のシステムを作ってたから、ラジオの放送のシステムの話をちょっとした、うん、いやラジオ局なんで、そう、ね、だからああそっか、もうこう開局して6年ぐらい経ってくるとそういう話はしなくなってくるんですけど開局したばっかりだったんでね、あの時今でもそうですけど、アナログですけど、うん、デジタルかなるデジタルかなると言いながら、まあまだですから ね、まだまだですけどね、うん、でもあのこれからどんどんデジタル化するのは当たり前だと思うし、Wi-Fi とかそういうのもどんどん技術が上がっていくでしょうし、うん、あの家電にもね、まあ、クーラーがね、うん、Wi-Fi でというかネットを通じて管理ができるようになってきたりすると、そうです、ね、IoT が、うん、インターネットそろそろね、iPhone 持って出かけてると iPhone からピロロンってやってきてご飯炊けたよっていうようになるんじゃないかと。いやもうできますよ ねできるんじゃないかと、うん、で、あもう今日あと10分で着くから今のうちからクーラーで冷やしておいてとか明かりつけておいてっていうとこうついてるとかね、うん、あの同居人がいらなくなるんじゃないかっていうぐらい管理が、うん、できるようになるんじゃないかと。あのだからシリでしたっけ、あれに対して、うん、そろそろ家帰るから電気、あクーラーというか室温25度に設定しといてって言ったらもうそのまんま、あの本当にシリはすごいですよね。すごいです。あ iPhone のこの、まあ、言葉なんですけど、僕メモ書きする時も結構あのなんて言います、Facebook にコメント書く時も使っているんですよ、うんうん、でね僕自分でそんなに滑舌がいいと思ってなかったんですが、うん、天才的に滑舌がいいみたいです。ご変換なく、あ割と結構割と沖縄県うるま市石川赤崎2丁目って言うとそのまま出るんですよ。嘘だろって思うぐらいきちんと出るので、まあ学習能力あるのかな。あれいや学習能力というかあの3年ぐらい前の変換よりも、うん、今の変換効率はすごい良くなってます。すごい良くなってますよね。それは確かに滑舌、局長の滑舌もいいんですけど、良くなってきたかもしれないラジオやってるんで、良くなってきてるんですけども、うん、それ以上に iPhone とか Android とかの、ね、その変換、うん、とか言語のね音声を変換、はい、
聞く取る能力とかが良くなってるんじゃないかなとは思います。でスピードは速いですよね。だからさっき、うん、あのユーザーインターフェースとして、うん、あのもう声で、まあ、スマートハウスというかうちの、うんまあ、クーラーの切り入りもやる。電話かけるときに、うん今かけられますよね。シリでできるんですよね。そうでかけられます。カミさんに電話するときに、カミさんで登録してるんで、カミさんに電話あったら出てきますよね。うん、出てくる。まあ僕はそれはやったことないですけどね。あ、そうなんですか。まあ、実家に電話とかなんとか、うん、まあそういうのはまあ判断できますからね。うん、うん、そうですね。まあ、そういう登録をしておけばできると思いますね。うん。だんだんこれがこうすごくなってきて、うちの管理とか電源のタップのね管理とかできるようになれば、例えばクーラー切ってても、電源タップまで切りたい時があるじゃないですか。まあ3日ぐらい帰らないから全部落としときたい、ヒューズを落としときたいみたいな、とかブレーカー切りたいとかができるようになればちょっと安心ですよね。そうですね。もうそういうのも待機電力いらねえよっていう時あるじゃないですか。1週間帰らないし、テレビのもういらないなって、テレビのコンセントはオフにしておくとか、でもちょっと録画してあるから、ハードディスクレコーダーだけはちょっと入っとこうかなとか。そういうの今はありますからね。あるんだ。うん、いやもういやこれは全部管理ができるだろう。日本にはないです。うん、日本まだ。そう。いや世界ではもうそういうのが売られてきてるっていうところもあるんで。うん、僕自身が今 iPhone でほとんどの仕事をやってるんですよ。もうメールも届くし。Facebook もできるし、メッセンジャーできるし、LINE できるし、電話かかってくるしで、iPhone があるところが事務所みたいになってきたんです。うん、もう下手したらこれに Bluetooth かなんかで無線でつないで、ちょっとデカめの、ディスプレイに映るようになって、キーボードも Bluetooth でつないで映るようになったら、ああできるかもしれない。いやできると思うんですけど、なってくると小さなパソコンじゃないですか。そうですね。もうほとんどパソコンですね。ね。なのでこれでやれば、この環境に来るともうキーボード使って画面見て文章持っててメールもできて、うん、でちょっとお出かけするときには、まあ、iPhone だけ持ってってそこでまた入力できるとか確認はできるとか、うん、しかもうちの管理が全部できるとか言ったらもう便利ですね。いやもうそれ5年前はもう考えられないですからね、うん、スマートフォンってこと自体も5年は6年前ですかね、うん、持ってる人がもう1人2人10人とか100人いて1人2人ぐらい、6、7、8年前ぐらいですね。4とかからありましたよね、 iPhone が。あれは2000 5S6、1年に1回出てても、まあ、4年5年前からあるんですかね、 iPhone って。だからその前ですね。だから6、7年前はね、もうスマートフォンとかね出てきた、 iPhone っていうのがあるらしいってぐらいの時って、うん、もうこんなにね、もう人の声を聞いて判断してとか、うん、それをスイッチを切って、スマートハウスの電源の入り切りとか、うん、クーラーの入り切りができるインターフェースになるとか、ユーザーインターフェースになると、もうそれ考えられなかったですもんね。あと 3D プリンターも、はい、昔は素材があって、これをこう砂研磨砂とかで削っていくみたいな形とか、なんか削ってる感じの 3D プリンターだったじゃないですか、はい、今逆ですもんね。持っていくんですもんね。持って、まあいろんな形があるんですけど、持ってるのが一番流行ってますね、うん、今。だから局長言われたように、砂をかけるやつもまだあるんではあるんですけど、はいはい、もちろん昔の方も、うん、あと切るやつ、カッターみたいなやつもあるんですけど、削るやつもあるんですよね。削るやつもあるんですけど、うん、今はその口から少しずつ積み上げて公式、積層方式って言うんですね。だからこれいわゆる、まあ、紙のプリンターで、インクをこう少しずつこう変えていくのと同じ仕組みですよね、発想が、はい、あれが、まあ、物になって 3D になってこう立体的に積み上がっていくだけで、積み上がっていく。しかもこれ2色とか3色とか積み上がるときにできるようになってるんですよ、はい、もう信じられないですよね。そうですね。もう、うん、だからそこでいろいろうちがそう製品とか作ってるんですけどね。あとこれちょっと思ったんですけど、はい、例えば人体血管模型とか言って、血管のやつを赤色でこう入れていって、半透明みたいな透明のやつを上に人体でやっていくとできるってことですよ。できますね。できるってことですよね、はい、すごいですよね。そうですね。考えてみたらそういうものもできないことはないわけでしょ。できないことはないですね。でも、まあ、設計大変ですけど、設計や見える図鑑作るのが、まあ、結構大変だと思うんですけども、いや案外
できるよね。できるというか簡単じゃなくてデータはあると思うんですよ、うん、あれば、うん、あのデータあればだから、そういうデータって作るんじゃなくて多分、まああるもんね、医学データだと思うんで、うん、それはあると思うんですよ。だからあの例えば心臓血管なんとかっていう時に心臓データ持ってきて血管のところだけ赤にしてあとは透明とかやると、そう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 、もう手で触ってできるじゃないですか。そうです。だから今 3D プリンターが活用される分野って、うん、やっぱ一番大きいのは医学なんですよね。だよね、うん、あのですよね、うん、だから今いろんな 3D プリンター活用する方法があると思うんですけども、うん、まあ医学、あとは家電とかの製品とか、うん、あのまあ、そういうのにどんどん使っていくと。ただうちもいろんなのに使おうと思ってるんですけども、うん、まあ今いろんなことに使ってるうちに、まあ、製品として、うん、クッキーの型とか今日ね、いや、もともと 3D プリンター使ってこんなこと作ってるよっていうのは前からいろんなこと聞いていたんですけども、今日持ってきたのに僕がハマってしまいまして、ちょっとこれ紹介しようよって話になってて、今カチャ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 聞こえるのはクッキーの型抜き、型抜きです、型抜きなんですが、うちのこの辺りのイングレスラジオの青ラジオの中でも、クラウトブがあってお土産とかいろんなもの作ろうよとかいう話があるんですけども、今回インタラクティブラボラタリー、面白いことが始まりました、はい、クッキーの型抜き、はい、販売しました。でこれがね今日、2、3日前に納品したものが全部売り切れて、もう追加注文が多いので、1種類ずつくださいって僕言ったら、いや今日はあげられないと、これ明日またもかかさ持って帰ってくれっていう状態になっていて、そうですね、でこれ何かというと、生地をクッキーの生地をこねてもらって、まずこれで型を抜く、はい、はい、でこれを型抜くとシーサーの外側ができます、まあ、シーサーじゃなくてもいいんですよね、まあ、とりあえず型が出る、はい、僕がいただいてる借りてるのがシーサーなんですけども、これで型を抜くと、でシーサーの顔の部分が別についてるんで、これを上から押す、はい、で抜くとシーサーの形をクッキーが出来上がる、クッキーの型が出来上がる、型が出来上がる、なるほど、でこれを焼けばクッキーになるんですけども、はい、その前にもう一つ手間加えて、はい、この上にもう一つ置いて、例えばチョコと粉とかを振るとこのデザインができると、目が入ったり、うん、口が入ったりできると、いいっすね、2色面白いです、こんな感じでできるわけです、ね、で、まあ見本のクッキーがこれなんですけども、はい、これは食べれないです、これは食べれない、あ、これは、はい、ちょっと粘土で試しに作ったやつなんですが、はい、これの、チョコレートで、ちゃんと焼いたやつも見たんですけど、かっこいい、いい感じですか、いい感じ、はい、なので、FM ウルマのこのマークもちょっと作ってもらって、はい、前で売ろうかなと、でもね、よく考えたらFM ウルマのクッキー作って誰が買うんだろうってちょっと不思議なんですけど、ね、クッキーの方売った方がいいと思うんです、あ、そうそう、クッキーをね、クッキーを作って売ろうかな、型じゃなくてクッキーをね、クッキーを得て売ろうかなとか、クッキーはここに、うん、来た方はちょっとあの面白いっていうか、それにポテチだったら本人が消費する、ああ、そうそうそう、局長とか、スタッフへの差し入れはこのクッキーにしてくださいっていう条件にしておけば、ポテチじゃなくて大丈夫ですかあ、もうクッキーに、クッキーで、あ、ポテチ入りクッキーにするかな、はい、シーサーの形に切り抜いたじゃがいもをこう、おおというわけでこんな感じになるらしいんですよ、はい、おお、こんな感じ、あ、なってる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 、あ、ちょうどだね、はい、でこれで焼くとこういうのが出来上がると、というわけで、あの鈴木さんのところのインターネット商店にもこれ置いてもらおうかとなるほど、勝手に商売を、そうです、はい、いやいや本当にもしあれ、うん、よかったら、うん、沖縄にしかない方扱っていただければ、まあ、はい、了解です、面白いなと思ってるんですけど、ね、今だからさっきも言いましたけど、沖縄の、はい、そのケーキの石垣島とかね、うん、ケーキの、卸の販売のお店で持ってて、はい、もういろんなところで売ってもらえばいいかな、おお、これはこれちょっと大きな声で言えないやつだけど、僕のために作ってもらったやつです。あ、いいっすね、分かった。これ鈴木さんに渡すから、はい、これは公開しないでね。動画にしてもダメ。うん、動画もダメ。ダメ、これはダメです。これはダメ。これはダメです。これは個人的なものなので。はい、はい、僕はOCさんの方で。そうですね。これでちょっと動画作って遊ぼうかな。でもこれ、返してくれって言われてるんですよ。なるほど。新しいの作ったら持ってきますんで、はい、これちょっと明日までに、ねはい、渡したいっていうのがあるんで。本当にもう、カツカツ
みたいで、多分あの残業しても追いつかないとかいう噂になっているので、あの残業とかじゃなくてプリンターなんで、うん、プリンターが稼働してる時間なんですよ、はい、うん、3D プリンター3D プリンターです、うん、でもこれいいよね、面白いですね、面白いよね、型抜きって発想がなかったんで、うん、で、うん、値段的に高くないし、うん、いくらで売り値が800円ぐらい、あ、1000円なのかもしれない、あまり言えない、うん、インターネットではだいたいそれぐらいから1000円ぐらいで売ってます、はい、定価だと普通は1500円ぐらいするんだって、へえ、そんなにするの、うん、なのでそこまでじゃないですよ、これだと、例えばインターネットで買うと1000円か800円から1000円ぐらいだな、うん、これでね、うちの嫁さんにクッキー作ってもらおうかなと、うん、いいですよ、いいよね、うん、で、あの外人さんが結構ね、あのシーサーでもアートウーがいるんで、はい、口開いてるのとしまってるのとか、4種類か5種類まとめて買っていくみたいで、うん、買っていきました。でも実際クッキー焼こうと思ったら1種類だけじゃなくて何種類か作りたいよね、ですね、うん、はい、あのそうですね、やっぱ外国 の、 あの人たちはクッキーとか作るのね、結構作るんで、うん、なんか買っていくみたいですね、うん、僕もこんなにあのすぐ売れると思わなかった、うん、まあ、だから観光客にちょっと売りたいなっていうのもあるんですけど、だからどこに今販売先をちょっと考えてるんですけど、なるほど、いいですね、なるほどね、扱います、鈴木さん扱おうかなって、ぜひぜひ、いやいや、うん、その辺は後でご相談しましょう、了解でございます今あのIRO ラジオってイングレスレジスタンス沖縄っていうのが、はい、まあ、この後の青ラジの文があるんですけども、はい、ちょっとみんなが書いてるんで、はい、クッキーですか、あのインター石川インター出口がほとんど渋滞してて、すごい渋滞だったんですよ、うん、僕も来る時に今日そうです、6時、はい、あ5時半に間に合わせてきたんですけども、私ぐらいに来たと思うんですけど、ちょっとすっごい渋滞してて、5時に家出たのに15分ぐらいかかったんです、この距離、あ、下ですよね、下高速は混んでなかったです、出るとこ、あ、はい、うん、あのその時間はですよ、なんで渋滞してるんですか、今日は、いや、もう盆だからですよ、急盆だから、あ、そうか、はい、挨拶回りとか、あ、そっか、それか、今日盆とかあんま気にしないですけどね、うん、え、いやいや、一応僕沖縄なんで、ユーザーグループにはいろいろと書かれてたんで、いやいや、一応急、はい、あの、はい、運慶は顔出せとか言われてはいるんですけど、というわけで、 あちこち書かれてるんですけども、はい、こんなに高速が進まないのというか、この道進まないの初めてですとか、ああ Facebook ラジオ聞いてますよ、 BGM 好き、沖縄ジャズ大好きとかありがとうございます、 ありがとうございます、あと ETC すら混雑してる、あ、そうだ、もうやっと抜けさって、うん、でイングレスの今型抜きクッキーの話してますけど、はい、イングレスの型抜きクッキーもありますよ、うん、あります、うん、商品企画で作ったんですか、はい、あ、いや聞いてみたね、作ってないです、うん、作りましょう、うん、今だから作っても実は今、はい、カカオさんのところにデザインも含めちょっとお願いしてて、イングレスの型抜きしてて、うん、そのまま、うん、さっきみたいなチョコみたいなもので、パウダーをかけたらもうできるものも作ってみないって今お願いしてて、うん、なるほど、うん、いいっすね、あ、でもイングレスのクッキー型承認で買いましたよっていうのがあるんで、あるカップの番ですね、まあいいや、沖縄型に作ってもいいし、その下に沖縄って出しても何でもいいんですけど、うん、いいっすね、ちょっと楽しいかなと、面白い形でしたね、それで、C さんもやたらと可愛いし、うん、誰がデザインしたの、あの、あ、これはあ、ちょっと、はい、商品開発部の奥さんがイラストをやってる人なので、それ で、 そで、ね、あの、僕ちょっと無茶振りしたり、僕のデータあるからちょっと僕の人間型のやつも撮ってとか、そうですね、だから、はい、だからこれからです、はい、2次元でも 3次元でも 3D でもデザインはうちはできるんで、モデリングもできるんで、うん、はい、それはいいよね、自社ブランドができるってね、いいですね、羨ましいな、で実際逆にだからここの裏にあるんですよ、ほらアリンコっていう、そうです、ちゃんと、はい、技術的なやつ、デザインは、はい、まあまあ奥さんですけど、アリンコ、うん、なるほど、あります、ちゃんと、うん、いいじゃないですか、うん、かかずさんがデザインしてたって言ったら、僕はデザインなんかできないですよ、僕はやったら愛嬌があるところが、ね、意味が分かんない、うんうん、でもやっぱりシーサーもね、怖いシーサーとちゃんとあの可愛いシーサーがいるんで、こっちは可愛い系ですね、クッキーですからね、クッキーだからね、じゃあ怖い系も怖い系もね、ちょっと目立とんかっていうのもね、だからいろんなデザインで遊べると思うんで、はい、なんていう、これからハロウィンがあったりするじゃないですか、ハロウィン型シーサー、うん、ちょっとチョコクッキーで作ってこれみたいな、
ものとかやってもいいかな。今だから、シーサー、はい、2つにし、あと、あと、イシガントゥ、イシガントゥとかね、イシガントゥとか、あと、ヤンバルクイナ、うん、沖縄シリーズがいくつかありますよ、ね、熊の実もあったよね。でね、裏技を、これをチョコとかそういうもので作ったり、はい、チョコレート色の紙粘土で作るとするじゃないですか、うん、でちょっと彩色してこれを壁に貼って、シーサーとしてイングレスでポータル申請そういうことっすね。まだ怒られちゃいますね、はい、でもいいかなこれ、いい感じ、うん、いいですね、うん、見てたらお腹空いてきちゃった。そうそう、結構ね、いつも大掛かりなものをインタラクティブで作るので、はい、こういうもう単純ではこれいいよね、楽しいよねっていうの嬉しい、うん、で今回これがいいのはですね、うん、まあ、少しずつ作れるのもそうなんですけど、うん、ちょうど 3D 大きさがいいぐらいで、大きさが、うん、であと数がプリンターって、うん、割と遊ぶんですよ、空き時間ってあるので、うんうん、プリンターが空く時間、なんかちょっとずつ注文があれば、うん、使えるんで、うん、あとはこれからね、うち例えば遊泳を置くとかするじゃないですか、はい、うん、だったら金町ギノザソンうるま市のキャラクターを今使ってコマーシャルとか一緒に歩こうとかやってるんで、配るクッキーを配ろうかなと、うん、チンスコーみたいな形で、はい、だからチンスコーみたいなものをこれを型抜きして作れば面白いかなと、特にウルウララってウルマシのキャラクター真っ黒なんで、うんうん、ちょっとチョコレートで、あれみたいな形でやっていこうかなと、うん、あ、ちょっとクッキーしばらくはまろうかな、うん、黒砂糖で作ったらちょっとどうなのかなとか、ね、いろいろちょっとはまってみようかな、黒砂糖、黒砂糖で作れば色がついて面白いかなとか、まあ、ただ今のところ熱、あ、はい、これ注意書きがありまして、電子レンジやオーブンでは使用しないでください、牡蠣に近づけたら溶けますよと、当たり前ですけどね、食べられません、うん、はい、あとはやっぱり熱に弱いので気をつけてくださいっていうのと、食器洗い機、食器乾燥機では使用しないでください、いや熱で、ね、うん、これ一応プラスチックって土に変えるプラスチックなんです、土に変えるプラスチックなんですよ、なので弱いんですよね、熱に、ただ耐熱温度は50度までなので、ちょっと熱が高すぎる人間が触っても、ね、あ、違うか、そんな人いない、そんな熱が出る、50度の人が触ったらやばいっていう、こたつやばいかな、あ、こたつやばそうですね、うん、だから僕最初これおにぎり握って上にこの肩やっても可愛いよねと思ったんですけど、おにぎりって結構温度あったりするじゃないですか、そうです、ちょっとやばいかもしれないですね、ちょっと冷えたおにぎりじゃないとまずいかなっていう感じはしますけども、だからそういうのを作るときは、うん、この材質フィラメントっていうんですけども、うん、カーボンだったりなんか、うん、他の材質はいっぱいあるんですよ、これをちょっと使い回ししようかなと思っただけでね、まあ、何に使えるかっていう、こうやっぱり、ね、熱くないもの、だからそういうのって作れるんですよ、鈴木さんのところももう少しで保育園とか預けるかもしれないんで、うん、そしたらキャラ弁とか作るかもしれないじゃないですか、月に絶対作らないと宣言されちゃいました、ね、鈴木さんが作るんですよ、そうそう、ね、奥さんが作った弁当にこれを肩押ししていってキャラ弁みたいにして目だけ伸びるとか、でもこれさっき高校生の方言ってたけど、うん、のりを切ったら これでのりを切ったらこのまま、うん、おもうそれで、それを白いご飯のおにぎりに乗せるだけでキャラ弁です、キャラ弁になると、うん、それも新しい発想で面白いと笑っててましたけどね、じゃあちょっとそれをね、うん、やっぱりうちの嫁さんにだから別に細かくじゃない、ただ糊を切るだけでガチャって、ね、できればね、肩抜きできれば、うん、肩抜きできて、うん、だからこういうところがねこう跳ねてきてて、そう、ね、あ、そうそう、これではちょっとできない可能性がそうですね、あります、はい、はい、なんかシーンとなってしまう、いやみんな来ないですね、みんなそろそろイングレス8時のメンバーが来るのかなと思って、で今シーサーの方みたいですね、シーサーの方は今日預かってますので、はい、あります、他の方はちょっとね、売れもう注文来てるんで、なんか土曜日納品したらもう売り切れたってことで、ちょっとね土日タイプだったでしょ、月までいつ売れたんだろうねって、昨日しか売れてないよね、本当はね、台風の時に売れたんですか、ね、か、ど、土日、土曜日ですね、うん、土曜日、土曜日の日でしょ、土日、うん、で、あ、そうかそうか、月曜日は台風で、月曜日が台風、うん、だからこう台風の最中に食べる非常食として、うん、あと、いやだって外国の方が何人かいたみたいなんですけど、うん、はい、関係ないと思いますよね、あと小林さんは瓦せんべいにするといいかもねっていう格好まで来てますね、いいですね、瓦せんべい、瓦せんべい、あ、いいですね、他のやつ、こちらです、あと結構焼きごてっていうのもありますよね、
あの鉄で焼いてギュッギュッて乗せるやつ、だからこれで型抜きしたやつに焼きごてでこうギュッてやるとちゃんと模様がつくとか、でも焼きごては3D プリンターではなかなか難しいんであれはかっぱ橋とかそういうとこに注文出せば、うん、そうですね、いいかなとですね。なんかね、5時半からちょっとかかずさんが来ちゃったんで来ちゃったっす、弁当がおにぎり、うん、まあ大体僕はあの巻き寿司とかね、なんですけど、ね、食べてるんですか、3個しか食べれなかったんでいいじゃないですかちょっとね、まあエネルギーがだんだん切れてきて、そうまあまあ、まあ、食べたのがそろそろエネルギーになると思うんですけど、あそろそろねそろそろだけどまだ、うん、まだまだ、僕もね、いつもここへ来る途中でコンビニでだったんですけれども、うん、今回はちょっとこの前のところがの話が長引いて、お6時半に、いやさっきだからちょっと実家から電話あって運慶で食べ物あるから食べに来いって言われたんだけど、さすがに今から南部なんで僕今お腹空いてたまんないっすよさすがに食べにはいけないな、で今日ごめんでも明日か明後日だからって話してるんだけど、うん、だからもう今もうちょっと腹減ってるんです、運慶受精本当は食いたいんだけど、もういいかな。運慶の時って何食べるんですか。運慶樹脂。樹脂って何ですか。ああ、分からないか。僕ら運慶樹脂。樹脂、まあ樹脂。樹脂。増水。増水じゃないですか。増水って水に近いじゃん。そうだね。あれどっちかっていうと、もうちょっと硬い、うん。本当に、なんだろう、おかゆまで。炊き込みご飯。炊き込みご飯。うん。っていうことにしとこう。ほう。まあいいや。炊き込みまで、ここでいつも思うんだけど、はい、通訳する方って偉いよね。ですね。今の僕らの悩みでしょ。ジューシーって何って言われた時に増水、うん、増水じゃないよね。炊き込みご飯っていう。そう、ジューシーはわかります。ね。ええ、でもなんていうの、これを日本語で説明しようとした時の代替って分かんないよね。はい、ないんですよ。ね、うん。だから例えば外人に英語でこう通訳ですよって時にジューシーって何って言われたら困るよね。そう。向こうにそういう単語がないと思うんですね。どういう材質でどう作ったかぐらいしか言えないと思うんだけど。ね、わかりますよ。いや通訳ってすごいなって今一瞬思って。そうそう。うん、だっておラーメン、きしめん、そうめん、なんとかとかいっぱいあるじゃないですか。あれって外国の方がこれ何って言ってたら、じゃあこれそばと何が違うのとか言うと、もう同じ材質で太さが違って名前が違うとかね。こうやっていくと、よく僕 iPhone で翻訳してもらうんだけど、こいつバカじゃないかなと思うのが間違ってますね。翻訳って大変なんだね。翻訳は大変ですよ。だからさっき言ってるとこう近頃視力が賢くなって、うん、本当に賢くなったと思うんですよ、ここ1、ね、2年。本当だよね。アンドロイドのやつも賢くなってますもん、いろんなところのやつが。でもね、その通訳のもね、横で聞いてると面白いんですよね、結構むちゃくちゃな役とかあって。そう、おう、ね、いや、分かってれば笑えるんですけどね。いや、今しりとりしようって言うと、ずっとしりとりしてる、向こう。あ、しりと、うん、しりとり。で、向こうもうデータベースだから勝てないんですよ。あ、もう向こうが諦めてくれる、面白いねぐらいで終わってしまう。例えばね、昨日羽衣伝説あるじゃないですか、はいはいはい、であれ通訳してるのがですね、うん、お風呂覗いて服の脱いだ人の話になってます。お直訳すると確かにそうですよね。服を返してほしければ俺と結婚しよう。そうそうそう、羽衣のこう体内の衣を肩からかけないと空に飛んでいけないんですよね、うんうん、でもこれ隠しちゃうんで、手に帰れないから、まあ、結婚してくれと。で仕方なく結婚して子供作っていくんですよね。それもなんかね、通訳したの聞いてた時、うん、お風呂覗いて服盗んで、服を返してほしければ俺と結婚するって。ストーカーでいうよね、DV みたいなもんだよね。もう横で聞いてクスクス笑ってしまった。それは誰が訳したの。でもそうだよね、ええ、しょうがないよね。しょうがないです、うん、で天使の羽みたいなちゃんと、もうちょっとオブラートな翻訳をしよう。だからさ、翻訳家って、物語を作る作家とかなんかそういう能力がないと無理かもしれない。無理かもしれない、ね、そうです。だって新たなものを作らんといけないし、だからよく本も物語とかも元の題名と全然違う本になってて、うん、内容も全然違うことがあるじゃないですか、ええ、あれってやっぱり作る人じゃないと翻訳ってできないのかなと思いますよね。映画の、うん、日本語字幕が あ, あ, ります。あれ直本当に聞いてるとそう言ってないんじゃない。言ってないよね。よくある。言ってないあるんだけど、
あの日本語だけ見てると筋通りじゃちゃんと流れてるわよ。うまいんですよね。うまいよね。でも言ってないよねっていうのは、ね、もうちょっと言ってただろうって、だけどあの要するにあの字幕を見ると字幕の範囲内に収めなきゃいけないから、うん、無理やりでもなんか収めてるところがあるんですけど、だからああいう人たちって偉いよねと、それだけボキャブラリーっていうか、あの、まあ訳する力も、ね、説明する力もないとダメなんだろうなと思いますね、はい、というわけで、はい、今日は、インタラクティブラボラトリーの新しい製品、はい、型押しクッキーの、はいはい、をコマ、あ、宣伝お知らせ、うん、は第一部にしましたけども、この後一曲届けてから、はい、他の方もまたゲストで呼びたいと思います。闘牛戦士ワイドの歌ですね。はい、闘牛戦士ワイドお届けします、はい、お聴きください、はい。
はい、ただいまお届けしました曲は、闘牛戦士ワイドをお届けいたしました、はい、では今途中からの鈴木さんが来てますけども、はいはい、自己紹介お願いします。自己紹介、はい、あ、いつも通りですか、はい、いつもです、はい、なんか今一瞬悩んです、はい、浦添市から来ました株式会社エヴァの鈴木です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、うるま市から来ましたオフィスネットワークの宮弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。もうちょっとこっちに近づいてもらうと、はい、マイクに遠いかもしれません。はい、というわけで今日は、はい、なんだか知らないですけどインタラクティブの片押しでちょっとハマってしまいましたが、はい、ありがとうございます。ハマっていただいて、はい、いつだったらこれがちゃんと僕らの手に回るぐらい製品が出来上がるのかちょっと聞いてみたいな。そうですね、楽しみですね。どれぐらいに出来上がるんですか。今注文追加発注があって、ね、来て間に合わないんで 2、3日はやっぱそっちでかかっちゃうんで。可愛いでしょ。おお、スタンプですか。いやいやいや、何です。クッキーの型。あ、クッキーの型押し。型押し、これがクッキーなるという、はい、これ紙ね。あ、けどスタンプとしても使えそうですね。はい、スタンプ、そうですね、うん、3D プリンターで作ってますけど、これが普通にクッキーの型抜きの製品を開発しましたならこの Facebook ラジオで別に告知なんかしないんですけど、はい、実はこれ 3D プリンターで作ってるという子がミソで、しかも 3D プリンターいろんな実験っていうか製品をインタラクティブ作ってるんですけども、はい、遊んでる時間があるんでその遊んでる時間でこれを作ってる、プリンターが遊んでる時間ですよ、はい、いい高津さんが結構遊んでる時間で遊んで、僕も遊んではいるんですけど僕が遊ぶのはまあいい年でプリンター遊ばせたくないんでもう本当に酷使してるらしいですよ。プリンター僕プリンター3台あるんですけど、はい、これ一つ印刷するのは1時間ぐらいかかる、はい、じゃあ時給高いじゃないですか。あ、安すぎ。時給って、うん、プリンターの時給が安すぎですよね。安いですね。1時間かかるんだったらプリンターは1時間働いて10円か5円か、ね、電気代と飲食ですね。電気代、あと材質、ハンコとかも、まあ、作れますよ。作れそうです。作れます。まあこれでもプラスチックなんでね、はい、うん、これトウモロコシからできてるプラスチック、土に還るやつ。あ、環境にいいですね。トウモロコシからできてるって、うん、このまま食べれるって。いや、食べれませんって、注意書きが。はい、これ食べれません。はい、これは食べられません。食べられない、そうです。プラスチックなんでね、一応。だから土に埋めると、土に還るっていう、はい。まあでも、とりあえずはプラスチックなんで、はい、はい、食べれません。いや、さすがに分かるでしょ、皆さん。ねえって。いえもしなんかこういうの作りたいなっていうのがあったら、はい、まあ、別に面白いのがあれば、クッキーじゃなくてもいい、そうですね、うん、とりあえず反則用とかね、そういうのもあるといいかなと思ってますけども、うん、はい、クッキーでした。加藤氏、はいはい、インタラクティブにしては珍しい商品ですよね、うんうん、なんかアイデアとするアイデア次第です ね、 ですね、いろいろ使い道があります、ね、で本当は告知にいらっしゃるはずなんですけども、告知することを忘れた方が一名いますが、はい、すみません、来週ですね、9月13日に、はい、うるま市あやはし館、海の駅、あ、はい、はい、あやはし館でレジャーフェスタがあるんですよ。あ、いつですか。9月13日日曜日ですね。13日、はい、はい、はい、それでちょっとチラシ忘れちゃったんですけどなんか、はい、見えますか。じゃあ詳しい内容は海中道路あたりでポスター見てくださいと。はい、あと、ブルーラグーンの、うん、ホームページでもリンク貼ってありますので、そこからでも確認。レゲエフェスティバル、はい、あやはしレゲエフェスティバル、なんかうるま市あまり活性化してないのでっていうか、ちょっと海中道路の方も海の駅とか寂しいので、アイバも出るんですね、うん、そこら辺でなんかイベントできたらいいなと思って、知ってます、お父さんを知ってますそうなんですか。いや、面白そうだな。紹介を受けて1回だけ、うん、多分カヌチャのパーティーかなんか行った時に、うん、歌を歌ってた、うん、これ2015年9月13日、はい、12時から19時まで、はい、うん、はい、チケットはいいですかね、うん、あやはし館で、あやはし館ということで、はい、はい、詳しくはあの辺に行くとポスターがあると思いますので、はい、はい、すいません、はい
え、なんか関係あるんですか？あ、はい、歌とか。うち甥っ子がなんかあの仲間と一緒に主催やってるんですよ。なるほど、はい。あと第4回愚宿島唄遊びっていうのもありまして、8月30日、はい、日曜日なんですけども、はい、もう本当に、今回の、はい、もう来週再来週なんですが、もう来週4日後ぐらい4日後、はい、今度の日曜日は、はい、もうすぐですね、もう8月終わり、勝連城市で、はい、やるんですけども、世界遺産の勝連城市、日曜日に例年こう土日やってたんですよ、うん、でも今回は日曜日だけっていうことで、うん、神谷浩一先生とか、9月1日は休みなんですかね。いえ、8月31日があります。日曜日夜遊ぶと月曜日きついかな。ほんまはそうなんですけど実はね、勝連城市なんかまたいろいろ修理してたり遺跡を発掘したりしてて、てこの日ぐらいしか開かないみたいな話がちょっとこぼれてきたというか、あのなかなかまあ、国のものですからなかなかできないという話は聞いたんですけども、うん、主体がうるま市加工物産協会なので、はい、その月見しながらいい、うん、民謡を聞くみたいな感じになってますね。お酒も飲んでいいですか、青森飲み、はい、前はね、青森飲み放題だったんですけども、実はちょっと苦情があったみたいで、あのやっぱりね、世界遺産で酒盛りするのはいかがなものかとかね、いろいろあったみたいで、あの中で飲めるんですけども、あの飲み放題じゃないみたいです。なるほど、飲み放題じゃなくてもいいですけど、どこにもあの飲み放題って書いてないんで多分違うと思います、うん、ただあの前売り券が2000円で当日2500円、うん、あのファミリーマート全店の E プラスとかそういうので売ってます、うん、ぜひ、はい、あの世界遺産で聞く民謡、いいですね、いいですよ、あの下からライトアップして、そうなんだよね、すごい雰囲気で、その下で歌ったらすごい雰囲気、ね、うんうん、時々ね、まあ、海中道路で、はい、まあ、うるま市観光物産協会の理事会とか何とかあるんでここ通るんですけども、朝通っても気持ちがいいし、夕方あの夕日が沈む頃に見る、はい、もう勝連城市もかっこよくて、うん、本当僕何回も登ってるんですけど、うん、これもうじきしたら有料になるかもしれないぐらいな、今無料なんですよ、はい、勝連城市登るの、はい、もう全部管理して有料になるかもしれないので、うん、早めに登ってもらった方がいいかなと思うぐらい、早めに行かないと、うん、結構あの月に1回は登ってますね、はい、そうなんですか、うん、あのイングラスで行くんですけどね、やっぱり、はい、金子ゆり子さん、金子ゆり子さん、はい、いろ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 、勝連城市行ったことないですよ。はい、そうなの？あの勝連城市行くとこの城主のあの履歴みたいなのがあるので、はい、石板がそれも見ていただけると、ちゃんと伊波家の5代目ぐらいのがいるので、いつもね、うん、近くを通って別の場所に行くみたいな感じで、うんうんうん、でも遠くから見た時に、はい、あの道走った時にね、勝連城主が見えるとちょっとワクワクしますよね。うん、そうですね、城壁が見えますので、はい、ちょっとでも登りにくいっていう、うん、やっぱお城だからね、うん、近づきにくいところも作ってますよね、うん、ちゃんとね、でもこんな綺麗なお城もいいなとは思いますし、す、ね、中城城も登ったんですけども、はい、あそこも綺麗な城で石積みが、あ、結構お城周りしてるそれが泣き陣も綺麗でしたしね、そうですね、はい、首里城もかっこいいですし、うんうん、沖縄の城ってなんか曲線ですよね、そうそうそう、うん、それがすごいか、で夜とかねライトアップされててまたそれがいい感じで、うん、結構内地に行ってお城見ると一つ一つの城が大きいじゃないですか、はい、石が、はい、でも沖縄の城の石積みの石って小さいじゃないですか、うん、ちょっと小ぶりというか、まあ、島だからしょうがないのかなと思うんですけども、うん、築城するときにピラミッドみたいに奴隷がたくさんいてこうみんなが駆り出されたという話ではなく、愛されている城主のために一つずつ石持っていこうかみたいな雰囲気で作ったんじゃないかという話があるぐらい、いい感じで作ってるみたいです、うん、いい感じ本当にこの曲線がね、うん、いい感じですよねっていい感じ、うん、ね、なこの曲線でこれを作る技術って、そう割とあのさっきもう簡単にって言うけど、でも技術はすごいですよ、ね、これ設計した人すっごいっすよ、うん、設計した人がっていうかこのあれを設計した人がいるわけですよね、うん、石は運んだ人は、まあ、運ぶであるかもしれないですけど、まあ、でもいやでも大変は大変だと、うん、あの坂道登ってくるのは大変とは思うんですけども、でもすごいよね、すごいですね、あのくれないんだよとか言いたくなるよね、うん、ヘリで運ぶわけにもいかんし、うん、そうですよね、うん、でこの上にあの、うん、上にちゃんとうちが立ってたんだ、ね、それ本当見たいんだけど、ね、確かに
それをねこうあの、うん、もう一回作ったみたいなのはどっかにあると、あだけだけど作っちゃうとね、そうなんですよね、本当の建物じゃないからね、そうですね、想像になっちゃうんだよね、うん、一度見てみたいですよね、うん、でも資料があったら再建してほしいなとは思うんですけども、ね、第二次世界大戦でほとんど資料が焼けてるってのはもったいないなと思いますね、うん、まあ、でも首里城は一回 ね作ってますから ね聞いた話だと元と違うっていう話、うん、あそうなんだ、首里城は案外あの写真残ってるんですよ、昔 の、うん、あの設計じゃなくて絵も残ってるし、うん、写真も残ってるし、うん、この間聞いた話だとあの首里城の龍の顔が向いてる方向が昔と今と違うとか、あ そうなんですか、さすがにカツラとかは第二次世界大戦じゃないですかね、壊れたのが、そうですね、もうずいぶん前ですからね、ずいぶん前に壊れてるんで、うん、本当にどの時代のやつっていうのも違うと思うんですよね、多分何回も作り直してると思うんで、というわけであの、まあ、勝善城市、はい、まあ、あのお城はないんですけどね、石積みなんですけども、はい、そこも見ていいかなと、で、まあそこで勝連西馬歌をこう聞きながら遊びに来ませんかっていうグシック島歌遊びの紹介でした、はい、はい、ありがとうございます、突然だったんでびっくりしましたなんそこの中でこれなんだろう、ハッピーバースデーってだだだそう、風船あ、うちの、はい、香里が、はい、8月19日誕生日だったんで、あ、そうでしたね、そうですね、あ、その残りで、はい、突然何を振られてるのかと思ったんですけど、なんか目の前にそういう風船があるんですよ、そうだね、うん、なんか鉢が置いてあるんで、はい、なんだろうなと思ってずっと気になったんですよね、うん、で今日運慶じゃないですか、はい、であの僕来る時も、ね、うちの方から来る時はだいたい信号1回待ちぐらいで曲がれるんですけど、うん、今日3回待ってても曲がれなくて、はい、しかも待ってる距離はいつもより短かったんですけど、この道自体が329号線自体が渋滞してて、先に進まない感じだったんですよね、今日もなんか15分かかったそうです、ね、石川警察署の前が混んでて、はい、田畑の前かな、もうスーッと来ちゃったような気がする、もうなんだかね、石川で買い物っていうと田畑行かないといけないんで、みんな忙しいかも、ちょうどでもこの時間運慶するなら、あの移動して迎えの実家とか、うん、あとね、A さんの準備とかね、そうそうそう、あ、そうか、 A さん、だから今動く人が多い、この一番今というか7時が動く人が多いと思うんですよ、7時ぐらいから動いて、みんな8時ぐらいまでご飯食べ終わると、はい、その頃 A さんが動き出すので、はい、追っかけが出てきたりいろいろあるので、うん、だから今車多いでしょうね、うん、エーサー撮りたかったな、今車前もやってましたよ、あ、やってました、今日じゃなくても明日も明後日も、まあ3日間も、ね、まあブー展開とかいろいろあるんですけども、エーサー あんまり喧嘩しないように、うん、それぞれスケジュール組んだりしますから、そうですね、で、ね、繁華街だと結構いろんなエーサーが来ますので、そこに陣取っているだけでいろんなエーサーが見れたり、今年こそ道順を見てみたいんですよ、まあ、でも普通は一度も見たことない、この辺待ってれば、あ、こっちはちょっと、はい、FM ルマの前はちょっとね、田舎なんで端っこなんでなんですけど、あの石川警察署のとことか端っこのとこ行くと結構ありますよ、だいたい青年会とかが何時にはここにいます、はい、ここにいますって、で何時にはあのコンビニの前でやってます、うん、でコンビニの前が一番広いんで、うん、写真撮りやすいんですね、はい、そう、なんか見てきた人に言わせると、なんか真っ暗の中はあのエサの集団がスーッて動いていくのがもうあのあ、そうですか、恐ろしくて、なんかすごくこうなんかこうなんかもったいないような、なんだかっていう感動したっていう話を聞いて、うん、一度見てみたいなと、そんな感じする。そんな、うん、動いてんな、見たことあるんだけど、動いてんなあんまり見たことない。狐の嫁入りみたいなって言ってたんだ。あ、そうですか。まあ沖縄ね、にわか雨が多いんでね、晴れてる時は雨も降ってくるから、狐の嫁入りはよくありますよね。うん。それ見たことないんで、うん、見てみたい見てみたいずーっと、いやもうみだから、はい、今日は明日明後日 で、ね、どっか、いやなんか毎年ね、うん、この時期になるとすっかり忘れてるんですよ、チューブがやっぱり多いですね、うんうん、この辺多いですよ、うん、チューブが多いですね、南部は本当に南部近い糸満の方だと思うんですけど、うんうん、それであとからね、確実に見れますよね、エイサー祭りの頃に気がつくわけで、うん、夜増しはそうですね、うち実家には必ず3つか4つはあの庭に呼び入れてやってもらうので、うん、地元のエーサーは、はい、
じゃあよりゆっくり周りをじゃあ伊波亭に伊波亭に、はい、ゆっくりぼーっと待っとくとか、うん、でも結構あの分かりますよ道走ってるとこ、うん、そうですか、もうあの渋滞してますから、うん、そうですよ ね、はい、あというかその時間帯に道を走ってないから、うん、あとはあのー早いとこ駐車場か何か確保して止めてて歩いて回るっていうのもありですね、うんうん、そうですね、そっちの方がいいですよね、うん、あのもし車で見つけたとしても、ね、降りれないですよ、降りれないから、うん、あのど自分で置いて歩いてた方が見れると思うんです、ね、片道をエーサー隊が使ってるので、はい、車止めることできない、できないでしょ、うん、だからどっかで降りて歩いた方が、うん、あのじっくり見れると思う、よし今年こそ、よっしゃ今年こそ、はい、ぜひじゃあこの後あの鈴木さんは、道10年を見に行くということで探し穴場をちょっと探して見てもらおうかなと、うん、なんか連絡があればここだよって、はい、今ここだよってそうそうせっかく SNS があるので、はい、さっき Facebook で上がったのをちょっと見かけているので後で情報を渡して、はい、了解です、はい、だいたいスケジュールがこの辺この時間この辺っていうのがあちこち上がっているので、はい、あのそっか、そろそろあのラジオ局も情報出そうから今どこっていう情報こちらまで来てくれればとかね、追っかけよいいですね、うん、じゃ誰かだから青年団の人に情報くれっていう、あでもね、うん、あの青年団とか世話役の方本当にこの時期忙しいんですよ、取りまとめが、あだから彼らも作ってるんで、うん、その情報を写真で送ってくれるだけで、まあ、まあそうなんですけど、うん、そうですね、あのちょっと関係者を知ってるとあのこれやってくださいってお願いがもう本当に無茶ぶりなんで、そうなの、とっても忙しいんですよあの人たち、あの道路の渋滞とかを見ながら、うん、なおかつ次回るお家から寄付金集めながら、うん、でありがとうを言いながらでみんなに休憩所で休憩させながら、うん、で飲み過ぎないように監視しながら次っていう感じになっていくので本当に忙しいんですよ世話役、うん、みんな偉いなと思いながらやってるのでこれ以上仕事は増やしたくないなともありますし、うん、できればあの追っかけの人たちもあまり邪魔しないようにあの応援するぐらいにしてほしいなと、うんうん、そうですね、うん、ちょっとどうやって情報を取りましょうかね、まあ、ね、まあ、SNS、まあ一番大きいのはあの、一番主道路の真ん中にとかあのそうそうローソンさんとかにいて、でそうそう、待つしかないです、待ってる方がで音聞こえてくるので あの変だなとか、音の方向に行くか自分のところに来るのを待つか、うん、来るのを待つかですね、あ聞けばいいんですよ、ね、何時頃ここ来ますって多分、うん、多分店の人には言ってると思うんですよ、お、いや大体毎年来るよねっていう感じなだけ、うん、そろそろだよねっていうのがあるんですけど、うん、うん、だいぶ前に世話役が来ますから、うん、そろそろ何分頃来ますとか、うん、そうですね、はい、今年こそ、はい、今年こそ見たいですね、うん、あの本当にエーサー大会で見るエーサーと道ジュニアは違うので、違いますよね、うん、あのね着飾ったものじゃない分だけいいよね、はいはい、土着になってる分だけいいなと、はい、しかも疲れてる時はいいよね、そうですか、うん、頑張ってるなっていうのが分かるんで、うん、あと逆に各自治会好きな青年会とかに連絡してどこどこでやってるとスケジュールを前もって聞くとか、うんうんうん、ですよね、まあ、僕は石川に今住んでますけどもともとね、はい、伊波なので、はい、伊波はどこやるのとか今年どうなってるの、はい、って聞きますよね、うん、そうですね、うん、観光客の方はどうしてるの、あの観光客本当にすごくてタクシーでおかけしてますよ、そんなに、はい、で、うん、タクシー乗り捨てできるので、あでもね、次あそこで待っててとかね、うん、こう進んでいく方向にコンビニエンスがあると、はい、あそこで待っていて、通な人は自分が好きなあの、うん、踊り景色屋とかね、見に行って、うん、でここでちょっと見たら次違うところの踊り見に行きたいからって、うん、また違うところ行ってとかやるんですね、うん、でも2、3カ所ぐらい前にあのイングレスタクシー作った方がいいんじゃないかっていう提案をさせてもらったんですけどもこの時期エーサー追っかけタクシーもあってもいいかもしれないですね、観光客より、うん、でであのスケジュールをやってて、今このエーサー見たから次は南区のエーサーはどこどこでやってますよ、うん、で連れて行って降ろしてあそこまで歩いて行ってみたいな、はい、終わったらまた迎えに行くんでみたいなのが、うん、あってもいいかな、うん、いいですね、いいですね、はい、というわけであのうるま市観光物産協会の方聞いてましたら、はい、エーサー観光タクシーも、はい、企画していただいてそうですね、うん、あそろそろ時間なので、はい、そろそろ時間です、はい、大丈夫かな俺、はいいや、はい、はい、なんか伊波さんが迷ってます、あのいやパタパタしてるのは、ワイド入れたまんま、あだったんで、はい、すみません、何言ってるか、今何をしようかと、うん、何をかけようかとね、すっきりドキドキしてますが、何の曲が買ってくるかなって
では今週もありがとうございました。今日はね、どちらかというとこの片押しの話ばっかりしてしまいましたけども、 3D プリンター欲しいなと思っちゃいましたそう思っちゃいますね、うん、でもあれ設計とかでなんか命令するやつをいろいろ書かんといけないっていうのが大変かなと思うんですけども、なんとか 3D プリンター自分で使ってみたいなと思いました、この商品で、はい、というわけで今日は、最後にお届けします曲は BEGIN の依頼酔い月山をお届けしながら皆さんとお別れしたいと思います、はいはい、では来週のこの時間まで、はい、さよなら。